をご覧の皆様、中津川です。2013年復興3号が東松島に届きまして、引っ越しなどの作業で活躍をしております。故障続きで活動資金の方をだいぶ費やして修理しました復興2号も完全復活しまして、車検も取れましたので今元気に走っております。そして復興1号なんですけれども、鈴木さん夫婦から一度戻ってまいりまして、新しいオーナーの方が乗っていただいて使っていただいております。1号2号3号の2013年の活動の様子をご覧ください。たちがこの車で僕らが運転するとクラクション鳴らしてくれたり手を振ってくれたり、それから子どもたちが追っかけてきたりとか、やっぱりそれっていうのが僕らがこの車を持ってる人たちがボランティアなんだっていうのをなんとなく漠然とみんなもう覚えてくれてるっていうのがある意味僕らにも逆に励みになるので、この車が元気で走ってることが要は僕らが活動してるっていうのの証なので、
2号ね、ちょっと剥がれてきちゃったから、直していいですか？もちろん、ペンキ持ってきてくれればね、同じ色のやつがある、ないかもしれないし。いや、なんかちょっと上から足したいの。もちろん福袋を描きたいのさ。もちろんもちろん、うちの代表で描いてくれた。2号を描いたものです。ありがとうございます。あの、私今度あのピンチに行っていろいろ手伝いたいと思ってお待ちしております。その時はよろしくお願いします。ーワークショップとか絵描いたりとか、ぜひ、なんだろう、そういう楽しいことをやりたいと思います。仮設の子供たちが待ってます。ね、本当になんかしましょうよ。まあ、2号のペンキがちょっとあの剥がれてきたっていうことで。ペンキ持ってくるって。はい。じゃあなるべく早くから終わらせて。行っちゃうか。行っちゃおうよ。行っちゃえ。あ、俺ちょっとここがええねんけど、ここでいいかな。大丈夫ですよ。囲われてるけど。チチ。できた。これいいやろ。あれいいやろ。わかりやすい。いつか書いてろ。武井さん、どこでも好きなところをちょっと選んでもらって、はい、前に、オーノーの T です。いや、書いてますよ、みんな。僕一応いいっすということは、誰でも方が強い悪いだけど、いつでもいいちゃん、お風呂見てからやったらいつでもいいよ。あんまり浜頑張れね。カラオケ歌うって。
はい、なんで歌って漢字で書いて歌いたいを漢字で書けるうるさい歌姫歌姫しみたで見てバンバだって歌ババで書くからね歌のババ歌の歌ヒロババうるさい本当に書いた歌のバーバにしたちょっと可愛いバーバにしたな4月にもう一人生まれるから4人そうなの4人のバーバーでーすバーバーすごいブサ可愛いんだけどブサ可愛いじゃん猫猫やっぱり眉毛描いたら変やなもう入れませんこれさ、笑顔ではい、オッケーなんだよ待て、かっこいいねえなや一番かっこいいね、それお、ありがとうございますやったありがとう来ないんだもんだって東京いたんだもんあ、出てですよ目立ちますねえど目をでっかくしてるタケちゃんえ、ブちゃんでしょなんで急にタケちゃんなのみんなブンちゃんって呼んでると思いますけどわかんねえんでかいなんだべわかんねえんでタケちゃんタケちゃん初めて聞くぞなんか具体的に名前書かれてしまった何あいつですかホロホロですよホロですバナですけどイカ当分イカのほいねのほいだけ頑張っていやったかもしれないのに言われたから遊んでる場合じゃないってありがとうございますありがとうございますありがとうございますこれじゃこっち見て、そのままこっち見てみ。はい。いってんな。うん、順番順番。ねえねえ、ここにも書いていいの。いいよ。こっち側はいいよ、こっち側は。リオ何書くの？全部顔書いてんの。ねえなあ。しかもボブちっちゃい。いいなあ。じゃあ書きなさい見えないんですけどまたここにもアンパンマン出てきましたけどアンパンマンだらけだなおクーちゃんのとこに書くんかおい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 クライクルライラーになってきたクーちゃんいいな、いいな、いいな。いいよ。あいかー。あいち。はい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 。ロイに見える、ロイに。ロイになっちゃった。わかった。わかった。上がる？いる。こっち見て。今のどうやって降りるの？ねえ。さあ降りれるかな。いいよいいよ。プースンだよプースンだよ。あざ。はい。ありがとうございます。制覇って考えた3号くらいだったらこんなかなでもほらあのタオルを見るとさ、ピラピラじゃん前は外してても大丈夫おばあさんおばあさんはおばあさんはいっぱいいるんですけどいろんなとこに
ありがとうございます。おばあさんより。寒い中すみません。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえじゃん。また。嬉しい、なんか。すげえ。わあ。顔描いたし。飲みませんって書いて禁酒しますって書いて中村最高あこうちゃんと伸びたすごいじゃん早く降り降りな最高じゃん中ちゃんどこにやるかだって代わりに行こうじゃんピロのここ書けばいいじゃんいいっすねはい頑張って宮戸おい、おお漢字で書いてね。えらいね。ガリちゃん。なんでだ、ね。投げな。名前入れてよ名前キメラバージョンの名前お入れたね親バカだねのちちちっちゃいことちっちゃいことこれでいいんだよ分かんなくなっちゃったなんか違うような気がうん合ってる理想的じゃないI'm sorry.
お引越しセンター。あ、お世話様です。どうも。新鮮なわかめでお寿司を食べてください。いただいております。やっぱりあの話題ってのはすごいですね。年取ってよ。本当おめいさんで本当にね、ありがとうございました。それでそれでそれで全然かかりもいいし体調そうですね。じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
覧いただいたように2013年、上半期の、復興1号、2号、3号の活躍の様子を見ていただきました。中津川さんは東京の仲間と一昨年4月に中古の軽ワゴン車を購入、行く先々でメッセージを書いてもらいました。いずれは誰かに譲りたいと考えていたところ、ボランティア活動を通して鈴木さん夫婦と知り合い、プレゼントしました。鈴木さん夫婦と中津川さん、復興1号が交流を深めるきっかけを作ってくれました。この車が元気で走ってることが、要は僕らが活動してるっていうのの証なので、これからもそのこの車を使ってまだ頑張ってるよっていうのを続けて、その発信し続けたいなって思ってました。復興への願いが込められた復興号、今日も被災地を駆け抜けます。